絶望名人カフカの人生論、柏木ひろきさん編訳より抜粋してお届けします。8、人生の脇道にそれていく。生きることは絶えず脇道にそれていくことだ。本当はどこに向かうはずだったのか、振り返ってみることさえ許されない。断片。こういう人生の道を進んでいこうと思っていても、なかなかその通りにはいかないもの。この人と一生共にと思っていても、別れなければならない時もあります。この仕事を一生続けようと思っていても、ピアニストが指に怪我をするようなアクシデントが人生にはつきものです。いやおなしに脇道にそれていくしかありません。そして本当はあっちの道が自分の本来進むはずだった道なのにと振り返ってみようとしても、そんな岐路はもう存在せず、今歩いている道の先を進んでいくしかないのです。結局脇道こそが本当の道とも言えるのかもしれません。第一章、将来に絶望したよりお届けしました。絶望名人カフカの人生論、ぜひ手に取ってお読みくださいね。エイリでした。